どうもです。リオです。よろしくお願いします。さあ、小部屋ということなんですけれども、今回はですね、チームカジサックで一番号泣するのは誰選手権で見事優勝したリオちゃんに商品を贈呈したいと思います。そうなんですよ、メインチャンネルでねやった号泣するのは誰選手権で、うん、リオちゃんが、泣き笑い歌い泣きいろんな喜怒哀楽の泣きを見せたことによって優勝したということでございますので、うん、中野くんがね豪華商品を用意してくれたんで、それを今から贈呈したいと思います。こちらの高級ティッシュでございます。やったー、これでーす。すごいね、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、これね、メインチャンネルの方で中野くんが説明してくれたんですけれども、うん、12一重っていうティッシュだったのかな、うんうん、世界で一番高価だと認められた、ティッシュで、お値段なんと11,000円。すごいです。リオちゃん、開ける？あ、まあ、いや開けるでしょそのための動画でしょうか。こんなん見たことある？見たことないよ。ないよね。だって何のためにこう包まれてるのかもわかんないもんね。確かにね、何用なのかっていうね。うん、すごい。うん、じゃあちょっと俺も見たことないから、うん、どういう感じなのかちょっとじゃあ開封の儀を執り行いたいと思います。はい、開けます。おめでとうございます。ありがとうございます。すごいさ、いいよねこの布がさ。これがいいもんね、これだって、うん、あれまた再利用できるね。うん、できると思うんだけど何にっていうのはあるけどまあ人によってはできるのかも。そうだよね、なんか、うん、もうかわいいもんね、ピンクとパープルで、うん、世界なんじゃこれ。すごい箱が、どうなってんのこれ。まだパカって開く仕様になってるけれども、すごい、まだ全貌見えないね、うん、この中にティッシュなのか、うん、この中にあのこういういつものティッシュが箱が入ってるのかちょっとわかんないよね。わかんないね。すごっ、開けます。はい、これ面白いわ。はい、すごい、なんか書いてあるわ、うん、ちょっと、うん、軽く読み上げましょうか、うん、衣装箱を開けふわりと漂う香の香り、中には多頭紙に包まれた色鮮やかな着物、さて今日はどんな色合いにしよう、この人々はこんな風にみやびやかな、分かんない、違いそうコーディネートを楽しんでいたのではないでしょうか、うん、その色合わせは重ねの色目と呼ばれ、身にまとう着物の重なりで四季折々の鮮やかな色彩を表現していたといいます、うん、この人々が楽しんでいた色合わせをめでる楽しみを現代の生活にと重ねの色目を表現した商品、それが十二一重ティッシュ。重ねの色目、ちょっと今、はい、これもう箱になってたティッシュの、あ、本当だ、もうこれがもうだからケースとか入れなくていいんだ、ティッシュの、うん、でもペリペリとかいうあの切り取り線みたいなのがなく切れてる。ちょっとね、匂いがなんか、うん、香りがすごい、なんかすごい、うん、この紙の匂いもするもん、ちょっとなんだろう、うん、炭っぽいというか、あ、そうだね、うん、和風な香り、和風、え、これちょっとじゃあ記念すべき1ティッシュ目を、はい、出します。あ、色が違うんだ。重ねの色目じゃん。重ねの色目だ。え、これが皆さん重ねの色目。え、すごい、かわいい。え、これティッシュ。
でも12人ってことはさ、12枚別の色があるのかな。そうじゃん。もう匂いもすごいするし、うん、このあー本当に、なんだろう、ちょっと普通のティッシュと比較しましょうか。どっからこのいい香りがするんだろう。うん、ちょっともう触り心地ももう全、もう髪がもう全然違う。確かに。うん、すごい。ちょっとなんか鼻でも噛んでみますか。ないよ今鼻の。どうするこれ使い道だって。これさ、いやこれそうなのよ、使い道さ、うん、いや何枚、何枚、あ288枚で1万円でしょ。144組だから、うん、だからこれで1組なんだ。 100% 純粋なパルプから生産されてるって。うーん、黙読もう忘れてる。なんて不親切な動画だと思ってない。なちょっとこれもう一個やってみて。うん、やってみようか。ちょっとなんかもったいないけどね。いや、もったいないよ。あ、オレンジ出た。あ、色が違うじゃん。すごい。すごいわ。さっきの赤とこの赤違うんだ。違うんだ。もうすでに4色あるんだ。じゃあ、いやこれ中野くん、これどうやって使うのよこのティッシュ。すごい、どうしよう、どうする。このティッシュじゃないみたいだもんね。うん、いやすごい、色が何が入ってんのかもどんどん出したくなるねこれね。出したくなる。でも一応さ、12枚は見ておいた方がいいよね。あ、確かに、うん、そらそうか。うん、じゃあ出し、リオちゃん出してください。出していいですか、はい、このちょっとお水を失礼。だってこのティッシュの箱から黄色の紙が出てることがさ、見慣れないからさ。見慣れないから、すごい。これティッシュって思わないよね。思わない。こうだって普通にさ、おしゃれな家とかにこうやって置いてあったら、うん、こういうインテリアなんかだって思うもん。何こういうインテリアなのかな。いや、ティッシュですかって聞くもんね。でもティッシュですかって聞くね、うん、すごい。これどこに置こう、トイレとかかな。いや、トイレに置いても使い道まるでなくないかい。だからさ、だから置きたくない。ああ、そういうことも使わないみたいな。そう、置いといたらもうね、数日でなくなっちゃうでしょ。なくなるって、これ使うかな。やってみ、ティッシュだと飾りにもなる。まあ確かにね、トイレだと。ああ、なるほど。わあ、いや、綺麗綺麗、めっちゃ可愛い。この色一番可愛いじゃないの。すごい、水色かと思ったらちょっとブルーっぽい薄い黄緑だ。黄緑だね。うん、かわいい。いやこれすごいわ、なんか面白い。めっちゃ楽しい。これあれだね、なんかプレゼントとかにちょっといいのかもしれないよね。うん、うん、面白いしね。面白い、うん、さあまだやるね。いい、次開けていいですか、うん、じゃあすみません本当に。何色でしょう。あー、すごい、緑が濃くなってってるわ。なんかこれで多分2組だよ。あ、これで2組。うん、おうおうおう。ここだけ引っ張ると1組だけが取れる、1色だけが。あ、そういうことね、うん、なるほどね。ちょっとお抹茶みたいな色だけど、うんうんうん、かわいい。めっちゃかわいいね。すごい、緑が上品な色よね。え、すごい、すごいわ。どんどん出していこう。じゃあ、うん、緑の次は、あ、濃い水色。すごいわ、かわいい。すごいね、虹の色だね。うん、赤、ピンク、朱色、うん、オレンジ。すごい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 。いいっすか。うん、ここまで引っ張ると2色です。あ、そうか、こうか、うん、こうです、水色ね。うん、はい、次も次も、はい、で、青ですよ。綺麗な色よ。綺麗。これ何色今。え、もう12以上ない。1、2、3、4、
あ、そんなことないか。5、5、6、7、8、9? 9。あ、じゃあもうすぐだ。10色目。はい。が紫。はい。わあ、めっちゃ綺麗。すごい綺麗。かわいい。で、11だ。うん。あ、かわいい、最後ピンク。で、これ違うよね、さっきのピンク。一緒かな。あ、一緒だ。一緒だ。これで戻ったのかな。そうだ、これで次赤になるんだ。4、5、6、7、8、9、10、11、12。12だった。いやー、すごい。すごい。改めておめでとうございます。ありがとうございます。これね、中野くんが買ってくれたんでね。あ、違うわ、制作費だ。そうだよ。でもこのアイディアがすごい。確かにね、うん、これ中野くんのアイディアですから、うん、はい。面白い、すごい楽しい、うん、これあれだね、なんか多分さ、そんな豪快に使える人いないからさ、うん、インテリアの色に合わせてさ、ね、ピンクのお部屋だったらこの色がいいと思うし、なるほどね、お手洗いに置くんだったら私はこの水色がいい。そうか、その場所に合わせて出しとく色変えればいいんだ、ね、うん。いや、面白い、面白い、これはすごいですわ。いや、でもすごかったもんね、リオちゃん見ましたけどめちゃくちゃ、あのね、水曜どうでしょうのね、うん、あ、コロッケが落とし、はい、水曜どうでしょうのあの動画ね、その選手権でも見てたベトナム編、うんうん、もうめちゃくちゃ見てるよね。めちゃめちゃ見てる、うん、もうね、大好き、うん、もうね、いつでも感情 100% を注げる、うん、で2回連続で見て、2回連続で泣いてたもんね。泣いてた、うん、あれもうね、最初から最後まで正直あれでよかったんだけど、うん、一応バリエーションあった方がいいかなと思って。あ、まあ、確かにね、確かに、うん、なるほどね。だって覚えてる、私がさ、あの水曜どうでしょう好きなんだよねって付き合い始めに言って、うんうん、で、あの最終回見ましたみたいな感じで言って、うんうんうん、で、見てなかったから全部説明したんだよね。そうだね、いろいろ紆余曲折あって、うん、そうそうそう、で、番組が終了することになりましたっていう最後のダイジェストと、うんうん、っていう、ね、うん、話をして、うん、私それ説明しながら大号泣してたもんね。そうだね。もうだからすごいのよ。うん、もう大好きで。で、ここでもね、普通に2人でそれも見たもんね。うん、見た。何回も見るね。何回も見てる。うん、でもやっぱ歌ね、うん。うん。あれでも大号泣ですよ。大好きだからね、あの歌がね、元気出るし。いや、俺もね、でも結構泣けてたと思うんだけどね、うんうんうん、あの兵士 の感動の再会みたいな、うん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 、でも、まあ、あと嫁サックもめっちゃ泣いてたし、うんうん、だって常ね、最後鼻水出てもう出してましたけれども、うんうん、まあでもあの動画でね、やっぱぶっちぎりのドベはカズサックでしたねほとんど涙が流れてませんでしたから、うん、いやでも面白かった、あの企画もね、面白いね、ちょっとね、でもやっぱ難しいよね、カメラが一回回っちゃうと自分の世界に入るのがやっぱ難しいだろうなとは思った。だ、俺いつもだったら一番最初に見たアメリカズゴッドタレントでもな、絶対泣いてるの、うん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 、でもなんかやっぱ回ってるっていうのもあって。そうだよね、そう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 、うんうん、私もね、結構泣いてたように見えたと思うけど、うんうん、全然やっぱ一人の時の泣き方と違うから、うん、あれで、うん、そうか、一人の時もっとオンオンオンって感じで泣く、声出して おえつの、そうそうそう、そうだね、うん、いや面白かったですよ、うん、面白かった。でもなんかああやっていろいろさ、動画をさ、またなんかみんなね、いろんな動画見たりしてて、うん、で自分も昔見てて泣けたやつを思い出して見たりして、うん、ちょっと楽しかったな、なんか。そうだね、うん、あと、うん、やっぱさ、浄化されるからさ、泣くとさ、確かにね、そう、なんかストレス溜まった時とかに、うん、この動画見たら泣けるっていうのが、うん、ね、ちょっと参考にもしかしたらなるかもしれない。確かに確かに、うん、
俺嫁サックが見てたあの、うん、ワンちゃんのやつ、うん、あれはもう絶対見たいわ。そうだね、うん、あんなんもうやばいですよ、うん、ワンちゃん系はちょっとね、ワンちゃん系はやっぱね、うちにねやっぱねコロもいますから、うんうん、やっぱ感情移入どっぷりしちゃうからね、しちゃうね、うん、絶対泣けると思うわ、うん、今リオちゃんがなんか綺麗に折ってますよ、なんか、うん、全く折ってないです、折ってないんか並べてる、色が分かるように、ね、うん、すごい綺麗、楽しい、これこれも、これすごいよ、どうする、この12枚次使うとき、ティッシュ使うとき、ここから使って、ここから使う、うん、っていうかこれで、そうだね、見てください、すごい綺麗、めっちゃ綺麗、よかった、うん、うん、いやでも本当に、うん、まああの泣き動画は、うん、あのみんなのいろいろ分かったけど、なんかあるんですか、最近ハマってる動画みたいなのは。最近ハマってる動画、うん、うん、な、泣き以外で、あ、泣き以外だったらある、うん、もう、うん、とにかく、うん、見漁っているのは、うん、まああのトンボさんも好きだけど、うん、私がおすすめしたんですけど、うん、あの令和の虎チャンネル、令和の虎チャンネルは面白い、うん、面白い、あれはもうずっと見てるね、あれほんとずっと、最近はそうだね、うん、もうずっとあれだもんね、メイク中とかも、うん、キャッチザファンド、新しい未来をつかみ取れ、あ、違うわ、オールアナッシング、オールアナッシング、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド、毎回バーンっつって毎回聞こえてくるもん、ね、うん、あともう一個聞こえてくるのがあるわ、令和の虎チャンネルのそれと、あとはエビンプでーってやつ、そう、エビンプライフさん、エビンプライフさん、うん、うん、そう、あの婚活系 YouTuber のずっとその、女性の方のね、うんうん、のすごい流暢な、うん、あのおしゃべりで、うん、もうね、とにかく話がうまくて、うん、すごい、うん、なんか起承転結しっかり構成されてるのよ、うん、動画で、うんうんうん、一人でおしゃべりする動画なんだけど、うん、すんごい気持ちよくちゃんと終わるし、うん、テンポもいいし、うん、あとすごいなんか結構似てる感覚、あー、自分とってこと、そうそう、だから、うん、あ、分かる分かるみたいなことがあまりにも多くて、うん、ほんと友達みたいな気持ちそう、なんか初めて多分見たのがさ、うん、バチェラージャパンの、あ、そうだ、そうそう、出演者見てどう思いましたかみたいな、そうだ、レビューが動画で上がってて、うん、で偶然見つけて、うん、え、こんな話し合う友達いないわとか言って、そうだそうだ、その時言ってたね、そうそう、そうだ、全部一緒に考えてるみたいなそう、あ、我々夫婦ね、あのバチェラーシリーズが始まるともうかぶりついて見てるんですけども、うん、その感想とかを喋ってたりするんだよね、そうそうそう、うん、そうだそうだ、ね、まあでも本当一般人、一般的に分かりやすい、うん、その共感されやすいような感想を言ってくれ、うん、くださってると思うから、うん、すごいそこにハマっちゃって、うん、分かる分かるって言いながらいつも見てる、もう本当にずっとね、うん、もうハマったらもうすごいよね、うん、もう全部見たんじゃない、もう全部見たよ、すごいね、ハマるとね、ずっと見ちゃうからね、本当にずっとその音が聞こえてる、うん、まあ、なんかあれだよね、うん、その動画こうハマるこうもうシーズンみたいなのがあってね、うん、で今は令和の虎チャンネルともうエビンプライフさん、うん、もうこのもう交互に流れてる感じ、うん、その一個前はアレン様、うんうん、あのあんたたちみたいな、うんうんうん、もう JK チャンネルでもうそれをが延々流れてる、うん、流れてる、すっごい、あとアレン様の前は、うん、チーメロさん、ああそうだね、うん、がずっと流れてた、ずっと流れてた、だからあの挨拶あるでしょそれぞれに、うんうん、だからそれがねすごいねやっぱ印象に残るわけ、うん、チーメロさんも「おはめろーチーメロだよ」みたいなやつでしょそう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 、さっきも見てた結局あのその、うん、あ、好きだって思ったら全部見なきゃ気が済まないの、ああそうか、全部見て全動画ってことでしょ、そう、全動画見てどういう変化を遂げて成長してきたチャンネルなのかとかを見てさらに好きになるじゃん、うん、ここで試行錯誤してるんだなみたいなのが分かるから、うん、で好きになって、うん、一通り見終わったら、うん、配信されるたびに見に行くって感じになるから、うん、
本当に忙しいですって、うん、トトはなんかハマってるのある？俺、うん、俺はでも、まあ令和のトラチャンネルが今まあ見る頻度では多いけれども、うん、令和のトラチャンネル、あと得意ビデオ、うんうん、得意さんの、うん、チャンネル大好き、得意ビデオ見てるでしょ。で、あとサタビルダーズ、はいはい、うん、サタさんのも大好きだし、うん、でもこれ、あと外録チャンネルも見てる、うんうん、とあとはやっぱラングラーの動画かな。そうだね、ずっとラングラーの動画見てる、ね、そう、なんかヒローピークさんとかなんかいろんなラングラーを結構メインで上げてる、うん、人たちがいるんですけど、それはもう新しいのが出るともう必ずチェックして見てるっていう感じかな、うんうん、そうだね、よく聞くね、ヒローピークさん。そう、ヒローピークさん多分確か愛知県かなんかに住んでて、うん、ちょっと渋い、お方なんだけどね、見てる、うん、うん、そんな感じでしたねえねえねえ、どうすんの、どうしよう、大丈夫、これそんな感じでしたじゃないよどうしよう。まあでも今回は、うん、ちょっと話それましたけれども、うん、リオちゃんのこの誰が一番泣けるのか選手権で中野くんが選んだ優勝者、うん、その優勝者に対するこの商品の贈呈、うん、これができたらもう、いいということですから、はい、でもこんなさ、なんか、はい、なんかさ、はい、ね、楽しかったかな。いや、それはちょっともう本当に大丈夫だったかな。いや、だって楽しくなかったらさ、万が一今後なんかの機会で晩酌トークとかあった時さ、うん、誰もさしてくれなくなる。確かに。どうすんのじゃあ、なんかどうする、どうしようか、最近の悩みでも聞くか誰、俺の、俺の最近の悩み、うん、最近の悩みは、うん、そうだね、最近の悩みは、そうだ、どうやったらいいんだろう。あ、私最近の悩みある。最近の悩みある。もう散々言ってきたけど、うん、この泣く動画、あ、うんうんうん、を撮影して、うん、結構短時間で大量に泣いちゃって、うんうん、目がパンパンに腫れたんだよね。あ、うん、そうだね、腫れたって言ってたもんね、うんうん、そこからね、目がおかしくなった、うんいや、大問題じゃねえか。もうなんか二重幅とかも全然違うし、うん、なんでそうなっちゃったの、わかんない、うん、もう数日おかしくて腫れてて、うん、しかもその時花粉がひどくて、うん、かぶれちゃってて吐いたりとかしてたら、うん、もう全然違う目になっちゃって今もなんかノリみたいなのつけて頑張って左右合わせてるけど、うんうん、結構じゃあ代償はでかかったね。そうそうそう、だから、うん、これでトントンになるかどうかっていうところではある。そうだね確かにね、その代償はちょっとでかいからね、じゃあ中野くん、リオちゃんのなんか目がちょっとおかしくなっちゃったんで、これとは別で、追加で何かください。お疲れした。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。